福岡県内各地ではこのゴールデンウィーク中もワクチン接種が休み返上で進められています。そんな中、北九州市では2回目の接種が始まりました。もうパッと行けるよね北九州市では北橋市長など先月12日に1回目のワクチン接種を受けた65歳以上の民生委員など483人が2回目の接種を受けました。八幡東区の民生委員宮地久夫さんも民生委員仲間と一緒に2回目の接種です。看護師さんのお前みたいな注射痛いよ。名前問診の時に少し脅されたというか、2回目の方が少し拒否反応じゃないけども反応が出てくるよって。2回目の接種は1回目より発熱や倦怠感などの副反応が出やすいと言われていますが、北九州市によるとこれまでに重大な副反応の報告は入っていないということです。